東関東道上り線の情報です。イタコインターから高野ジャンクションまでの区間には順調に流れています。続いて下り線の情報です。高野ジャンクションからイタコインターまでの区間では順調に流れています。引き続き新空港道上り線の情報です。新空港インターから成田インターまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。成田インターから新空港インターまでの区間では順調に流れています。引き続き京葉道路及び立山道上り線の情報です。富津竹岡インターから京葉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。京葉ジャンクションから富津竹岡インターまでの区間では順調に流れています。引き続き立山道木更津南支線上り線の情報です。木更津南インターから木更津南ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。木更津南ジャンクションから木更津南インターまでの区間では順調に流れています。続いて通行止めのお知らせです。6月28日から7月3日まで平日夜21時から翌朝5時まで立山道富津中央から富津竹岡インターの上下線で工事のため通行止めを行います。ご理解とご協力をお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを。